いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お友の稲垣です。そして、小林でございます。よろしくお願いします。ないよ。今日はないよ。ねえ、さあ、これね、なんで今置いてないかと言いますと、はい、実はですね、まあ、2022年 SS サマーコレクション、はい、いろいろともうね、展示会もわーっと盛り上がりまして、で、もうどんどんと皆様がオンラインの方からもお買い物してくださったりとか、店頭でもお買い物してくださったりとかしてるんですが、今日はですね、はい、ここ数回ちょっと配信で、お越しいただいております、静木あさとさん、はい。もう本当に気さくにね、はい、もう本当私たちにとっては天上人なんですけれども、なんかもうここまで地上まで降りてきて、一緒にいろいろとお話をしてくださる、はい。もう本当にね、なんかもう私は、方に会うととっても元気をもらえるんですが、今日はですね、はい、その静木さんに久々に来てもらったから、そのサマーコレクション、ちょこっとだけだった、一部だったんですけども、ショールームの方に飾ってありました。見てごらんと。見ていただきました。で、静木さんが、まあ、見た見た、隅から隅まで。それで、今日はね、その中から、静木さんに、じゃあこれだけしっかり見ていただいた中で、どれを選びますかということで、選んでいただいた商品を持って登場していただきます。ありがとうございます。あー、何が出るかな。では楽しみに、静木あさとさんです。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。もういいぞ。楽しい時間が本当にあっという間で、どうしましょうか。ありがとうございます。もう見てくださって、今持って入ってきました、うん、静木さん。お久しぶりの静木さんが、はい、お久しぶりのショールーム見ていかがでした、はい、もう目が何個あっても足りない。キュルキュルさせていただきましたけれども、はい、私以前に、このバッグの、この生地なんて言うんですか、お素材。それは、私たちは通称マジックライトと呼んでおりまして、スペインミペ社のトリコットダブルっていう素材なんですけれども、はい、2ミリのポリウレタンフォームに両側から、色の綺麗なナイロンを、貼って、できている素材なんです。ウレタンっていうと、よくなんか、こう、水の中とか、入る時とかに着たり、はい、ウェットスーツのイメージのような柔らかさなんですけれども、はい、一時期なかなか輸入をするのに大変だった時期が終わりだったんですよね。はい、やっぱりまあ、こういう環境下の中で、はい、まあ、正常に機能、まあ、こういろんなものの機能ができなくなって、うん、やっと本当に順調に入ってくるようになったんですけど、でもまだまだやっぱり時間がかかるようになってますね。船で運ばれるの素材って飛行機？急いでるときは飛行機ですし、はい、時間があるときは船でもう運びます。やっと届くようになったこのお素材のバッグ、うんはい、何がって軽いんです。はい、小指。本当に軽いんですよね、ね、お素材が。また、革の良さの ADMJ さんの良さが終わりじゃないですか。はいはい、でも、この布の製品で、もういろんな布を集めですね、はい。ありがとうございます。もう本当にこのマジックライトは、はい、発売当初からお客様にすごく愛されて、でも、しずきさんのおっしゃるように、なかなかやっぱり入手困難で、かなり、前回もお客様にお待ちいただいてご迷惑をおかけしてるんですけど、さらにまたご迷惑をおかけしながらも、まあ、新作出しちゃったみたいな。私久しぶりに伺ったら、はいはい、見つけちゃったんですよね。新しいの出てると思いまして、はい、これはやばいと思って隅の方に置いといたのに見つけてしまいました。そろりそろりと、もう柔らかいっていうか、もう失礼ながらこうやって折りたたんでも、はい、もしくはバッグの、うん、大きなバッグの中にこうやって入れることも全然、こうやって畳めるし、畳んで手離したらぼよよん元に戻っちゃったって感じで、はい、どんな風にしてもシワにもならないし、はい、そうなんです。汚れた時は中性洗剤でこう簡単にね、洗っていただくと、洗えるんですか、はい、洗っていただいて干していただくと綺麗になります。スタイリストさんも3回ぐらい洗ったっておっしゃって、洗濯機とかに、いや洗濯機で手洗いで、手洗いで、こう、はい、こうやって柔らかく、本当、はい、中がそれでこのベージュはピンクですけれども、はいね、ちょっとしたマチのところが、そうなんです。バインダーテープは今回
レオパード柄で。レオパード、はい、攻めてますね。攻めてますか。このそこまで、ね。関西ではね、やっぱりレオパード柄。そうですよね。私大阪人なんでちょっとときめいてます。ありがとうございます。中がレオパード、そしてこのポシェット。はい、内側の中。ま、細かいポシェットの中までレオパードが一列。はい、本当にこのちょっとした、はい、このポシェットは浮いてますよ、なんか。そうですね。そうです、そうです。はい、ねえ、この浮いてる意味が。うん、あのちょっと幅広のお弁当箱とかね、下に置いていただいて、ああそんなに喜んでいただいてありがとうございます。これ、ね、普通だったら、はい、なるほど、ね、入らないですね。このポシェットが下に縫われてるはずだ、普通なら、はい、で仕切りみたいな、でこのこっちからもこっちからも入りますよっていうのが定番ですけど、はい、この人そう空いてるということはこれだけ分の大きさのものがそのまま入りますよっていう、誰が考えたの？またあの人？あの人だよ。すごい、ここを浮かせるっていうこと？出た。出た、静け拍手。さあ、すごい。本当にすごい。でもそこを浮かすためにもそこもきちんと縫わなきゃいけないから、ここも縫わなきゃいけないわけじゃないですか。仕上がりはまたそこ一周品分って感じですもんね。はい、で、パイピングのね、はい、レオパードパイピングで内側をして、まあ、とにかくこのふわふわした素材って縫いにくいんですよ、ミシンで。ああ、じゃあ、ずれるんだ。そうなんです。なので、ジグを変えてミシンを改良して、千鳥ステッチと。動いてる。ストレートの。動いてるよ。ステッチを。なるほど。こんなこと思いつくのかな、どうしたら思いつくんだろう。ねえ。一番でも理解し合えるのは静香さんだと思うけど。あの人と話し合いしなきゃ。そうですね。話し合いぜひお願いします。でも、毎回毎回、こう、静香さんからお題をいただいて、うん、それをこうね、はい、次来たときに、コインケースも実現していたりとか。そうなんですけども、はい、今日久しぶりにお会いして、はい、なんかすごく嬉しかったです。ありがとうございます。本当にこれも挑戦的な色ですね、この裏地の色が、ね、ねえ、なんておしゃれなんでしょう。ちょっとしたところにこのポケット入って、はい、うん、この楽しいなやっぱりこのシリーズ人気ですよね。そうですね、本当にお客様にかなりお待ちいただいて、やっとお届けできるような状況になっているので、まあ本当にもう店頭で見かけたらゲットしていただいた方が、ぽよ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 ですね。可愛いっていうか、なんていうんですか、肌触りもいいですし、肌なじみっていうんですか、こう、ちょっと。これは本当に、しずきさんだからできる。そんなことないですよ。一応ちょっと立ち上がり的には、厳しいので。いいえ。でも、まず、軽い。そうですね。うん、本当に。でも、この軽さとか、使いやすさを一度知ってしまうと、うん、本当に、ね、革のバッグを持たなくなってしまう。良さは。両方の良さがあるじゃないですか。本当にこれ使うと便利で、うんうん、お客様たちね、もう本当にいろんな色を集めてくださったり、はい、楽しい、かなりリピートしてくださってるお客様が大勢いらっしゃいます。きっと便利だと思います、はい、ちょっとしたお出かけに、うん、とかお弁当とか入れるのにもいいですよね、最近おっしゃってた、はい、いやー、ぜひぜひ私持ってお出かけしたいと思います。じゃあ何色にしましょう。何にしようかな。今ここ3色、今買えるのは3色ぐらい、はい、まだこれはデリバリーが、3月の末ぐらいですかね。あ、なので、うん、すぐはご用意ないんですけど、予約販売をさせていただいています、はい、そうだ、あ、いろんなカラーがあるんですか、はい、であとはセレステという、はい、あのブルーケン、この黒の中の色、内側の色の、はい、セレステというお色があります。はあ、私間違えちゃった。何でしょう。間違いじゃない。え、何？ 2 種類あることに気づいた。あ、そうなんです。はあ。はい。ありがとうございます。はあ。
お教えしましょうか。はい、ぜひお願いいたします。私が、今、蓋を閉めようと思いました。私はここ、一番上にスナップがあるので、一番上をこう閉めたんですね。はい。閉まりました。私がこれが正しいと思いましたとさ、そしたらば、こう上を閉めたらこのような形になってますよね、はい、今ね。次は私が、こちらも閉めようと思いましたとさ、はい、そしたらば、あれ？この人はベージュだからちょっと気づかなかったんだけど、このポーチの、このお外側にもスナップの、があって、はい、私はこの子とこの子をひっつけてみましたとさ、はい、そしたら、この子はここにもひっつくんだな。だから、2種類の締め方ができる。はい、なんで、だってここに別にそんなことする必要もないのに、なんであの人はこの2パターンの締め方を考えたんだろう。どうして？やっぱり荷物の容量によって、蓋の締め方で、今までもそういうのがありました。オリボンちゃんがついてるバッグは、締め方で、そうですね。バッグの大きさを変えてらっしゃいました。これもそういうことだ。はぁ、あ。すごい。だって全然大きさ違うじゃん。そうですね。締めるところで。はい、うん、もう幅も、皆さんお分かり、どうしよっか。何をどうしよっか。いや、私は傷、たまたまです、今。はい、そういうことの細かいことにあの人はこだわってる。好きになっちゃいそうでしょ。ならないんですか。あの人ですか。なってあげてください。バック。もう一心同体の感じです。この方たち。皆さん。はい。いろんな発見がありますよ。いや、本当に深いですよね。うん、ADMG のバックって。もういろんなところにトラップが。びっくりしました。こういうことですよ。うん、ね。使い分けましょう。はい。内緒ですけど。全部バラしてるし。今回いろんな内緒事が。はい。じゃあ内緒事で、しずきさんせっかく来ていただいて、はい、今回まあちょっと話すこともいっぱいあったけど、うん、しずきさんが内緒でしてることって言えないか。でもちょっとやっぱり本当ね、はい、いろいろ触らないとわからないことがたくさんある、うんうんね、使ってみないとわからないものがたくさんある、はい、皆さんぜひお手に取ってみてください。 あれなんか今プライベートの話に逃げようとしてません。いや私これ持つ持つ、まあ、何色にしましょう。じゃ珍しくなんか珍しく黒にしてみます。おじゃ あの出来上がった香月にはうん、ぜひ、使っていただけるように。ドーンドーンドーンで、じゃあその時にはドーンと見せてください。ねえ、はい、素敵、うん。本当に、でもいろんなカラーが出てくるみたいなので、楽しみですね、はい。ありがとうございます。うん。じゃあ、ちょっと時間もあんまないんですけど、はい、しずきさんの、うん、なんかルーティン聞きたいって。はい、はい。何ですか、ね、はい、質問コーナー。ありがとう。ありがとうございます。ぜひこれ、はい、なんか必ず毎日することだったり、うんうんはい、大切なこと、大事な日には必ずこれをするとか、決まっている決まり事はありますか？朝は必ずベランダの掃除をするのがルーティーンに、なんかまあこの1、2年ちょっとお外に出れなくなって、はい、心がけようとして続いてますね。ベランダの掃除？はい。なんか誰も見てないところ掃除するのが、好きなんです。ああ、そういうことか。確かにベランダのお掃除って一番後回しですよね。うん、でも一番ホコリが溜まって。そうなんです。ね、私もう年末一回しかしないやん。本当タイルのネジが。大変あの溝のとことか、はい。だって、どっから来てんのこの土っていう。ホコリです。ホコリ。ね。すごいですよね。雨が降るとね、ちょっとまた違う真っ黒になったりとかね。うん、はい。うん前そういえば、いつでしたっけ？ほんと、アキちゃんも、たまたま小林さんと二人で出かけてた時に電話がかかってきて、うんはい、今僕ベランダ掃除したよって言ってたわ、そういえば。あの方が、ケルフィアで、はい。
こう、お掃除屋さんに頼むよりも、はい、僕がした方が綺麗だからって言って、はい、もうケルフィア何体うちあるのかわからないぐらい、様々な用途のケルフィアがあって、はい、それでめちゃめちゃタイルとタイルの間のネジの、はい、真っ白になるまでやってます。はい。ああ、今俺、やっぱ同じだわ、うん。雨が降った日はチャンスタイムですね。そうですね。あ、雨が降った日は吹きます。そうするとすごい綺麗に。はい、いますよね。はい。本当に綺麗好きだったりとか、そういうところも似てますね。うん、そうなんです。見えないところ。誰も絶対見ないところ。だからこういう、そこに、こう、飽きようかなとかいうことに、あの方はお気づきになるんじゃないですか、うん、だってこのそこ。でも本当によーく見てますよ、いろんなこと。うん。そうですね。うん。うん。本当にいろんなことをよーく、なんか何も言わないですけど、うん、見てます。だからあのバッグとかの今日かなしたのはこういうところあるじゃないですか。このバッグは違います、はい、こうあの歯ブラシとかでこういうとこのほこりを取ったりとか、はい、鈴木さんもそうですよね、はい、あのあれなんだっけ、あの折り紙式のやつ、はい、あ、さっきボトムデザイン、ボトムデザインの、はい、あそこを掃除してくれるんですよね。指突っ込んでたじゃないですか、はい、ああいうところですね、掃除します、うん。掃除するタイプですね。もうあのクイックルワイパーで、ほこりがつかなくなるまで床を磨く。はい。はい、あ、いいですね。いいですね。さあ、そんな、はい、人に見られないところまでをきれいにしているしずきさんが、はい、なんとですね、今後、3月から、もう本当に忙しく動いてらっしゃるんですけれども、はい、ちょっとコンサートのお知らせを今日は最後にお願いしたいと思います。はい、すいません、ご本人にちょっとめくっていただく形で申し訳ないんですけど。はい、私仕事でございますけれども、コンサートでも ADMJ さんのバッグに私お世話になっているというか、自分のこだわりで、ステージドリンク、水とか飲むのをそのままボトルごと置くのではなく、ちょっとスワロフスキーがついたキラキラバッグに、飲み物とか入れさせていただいております。3月は丸の内、あ、3月、あれ ?3 月20日。そうですね。はい、あ、そうですね。3月はですね、いつお美術館、大阪の方ですけれども、マグノリアホールは3月20日21日、関西の方でコンサートをさせていただきます。はい、そして、昭和歌謡祭、4月、昭和の日にですね、4月29日、日本橋三井ホールの方でコンサートをさせていただきます。はい、昭和の歌ばかりを歌わせていただきます。はい、そして5月になりましたら、まあ、お天気のいい気候ですね、札幌の方で、札幌文化芸術劇場ひたるの方で、5月18日に、コンサートをさせていただきます。はい、なんと私、今年35周年で、ADMJ さんも35周年というのを小耳に挟みましたよ。はい、ねえ。もう40周年の時はぜひ一緒に。なんか、お祝いを。本当に。すごそうじゃない？キラ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 、ね。そのまで生きてたらいいな、私。いや、もちろん司会でしょ。もういい。もう、私もういい。やらせていただいたんですけど、はい、30周年前ですよ、もう。そうですね。怖い。いやもう緊張するんですよ、それこそ。もう、そうそうたるお客様のメンバーでしたしね。うんうん、もう次はそんな呼ばないですよ。ぜひその時には私はお客様側に座らせてください。はい、いやいやいや司会パーティーできたらいいですね。そうですね。その時にぜひなんか ADMJ の釈迦かなんか釈迦はないですから。なんかあ、じゃあ、小林が、はい、こう好きなね、はい、歌をぜひそこで歌いちゃう。A D M YMCA なんかどんなそうとかでなんか、みんなで、はい。ADMJ のお客さんもまだ、はい、もしかしたら鈴木さんの歌う姿をね、はい、そういう機会がないお客様もいらっしゃる。歌うときだけちょっと私、ちゃんとしてるときあるんですよ。なので、いや、この YMCA とかやっているここではないですよ。違う。ぜひ、まだ一度も鈴木さんの歌声を聞いたことがないという方に誤解を、大きい誤解を与えてしまうことになってしまうので、ぜひね、本当に、はい、コンサートの方に、足を、本当に、いただいて。鳥肌立つよ。私も機会があるときは必ず伺ってるので、ぜひ ADMJ のね、
バッグを持った方たちが、はい、あ、素敵、はい、会場に増えてくると私もいいなと思いますので、うんうん、はい、はい、ぜひぜひお待ちしてます、はい、そんな、しずきさんにね、はい、久々に登場していただいた、嬉しかったです、はい、楽しかったです、皆さん本当にありがとうございました、はい、また本当に準レギュラーというふうに前はね言っていただいたので、はい、またスケジュールさえ合えばぜひぜひ、はい、お願いしたいと思いますので、やっとお会いできました、はい、この子たちにもまた皆さんにもお会いできますように、はい、それでは、はい、今日もご視聴ありがとうございました。